はい、どうも皆さん、こんにちは、野永井です。いやですね、まあ今回もまたアホな企画やってくんですが、ちょっと待って、ちょっとこれ冗談じゃねえか。はい、じゃあやっていきましょうか。今回の企画はですね、まあちょっと待ってね。今回の企画はですね、裏世界でなんだっけ、飛行機に乗るっていうわけでやっていきたいと思うんですが、すっごい雨ですねこれ。とりあえずじゃあ裏世界行ける場所行きましょうか。場所はこちらですね、確か。はい、よいしょ。で、そうだな、まあ裏世界に行く方法をまた一から説明しましょうか。はい、します。まず、まあマップもう一回出しますね。ここに行きます。このパラシューティングのすぐ近く、ここですね。ここに行きまして、すごい雨。わかりますかね、ここじゃなかった、もうちょいこっちだっけ。ここですね。ここの路地を入っていきます。で、まあこうつっとこ立っとこ行きまして、でこの辺から登ります。でまたさらにここも登ります。あら、登ります。で極めつけでここに登りますと。まあここまではタカジャン使ってね、一発でポーンって来てもいいんですけど、ここからは必ずタカジャンを解除してください。というのも、このバグというのが、これじゃねえや、ここのなんつんだろうね、換気扇みたいなのとこの壁の間に落ちないといけないんですね。タカちゃんがあると多分邪魔になっちゃうんじゃないかな。というわけで、ここでなんとかして、ここに落ちます。よいしょ。お、一発か。行きましたね。はい。こうすることで、内側に入れます。まあね、慣れないと、いや、私もね、慣れてないんですけど、何回も何回も失敗するんですけど、最新版のアップデート、今日は、2014年の10月8日なんですけど、この前入った最新のアップデートを入れた状態でやってるんですけど、それでもいけました。はい。でです。ここで、チートを入れられるので、ここで飛行機を出したいと思います。はい。これでね、地下世界をちょっと飛んでみようじゃないの、っていうわけで。はい、多分この辺から降りれますよ、もう。ほい。ほら、行った、来た。ただね、水のある場所の近くでは、こう今みたいにちょっと水の中入っちゃうんでね、そしたら飛行機壊れちゃうんで、なるべく水の中入んないように。ただ上に行きすぎるとこれまたちょっと厄介なことになるんでね。あら、これ裏世界行けたっちゅうことはさ、あれ、あそこ入れるな。ちょっとじゃあ次回、うん、今思ったことがあるので、それちょっと実験してみたいと思います。はい、まあ次回はね、多分ヘリで行くと思うんですけど、しかもね、なんかあるかなって思ったんですけど、特にないんですよね。まあね、チリアド山の地下にはね、ちょっとすごいものが眠ってるんでね、まあ詳しくは私の動画見てください。私の動画、チリアドさんの地下に隠されたものとはみたいな感じのタイトルだったと思うんですけど、その動画で、ちょっとものすごい大発見をしたんで、多分世界初だと思います。そう、世界初の大発見をしてしまったので、まあもしお暇のある方がいらっしゃいましたら見てください。宣伝です。飛
飛行機地下飛んでもな、しょうがないな。やっぱ都市部行くか、都市部。でもね、面白いよね、やっぱこう普段見慣れない光景が見られるからね。どうしよう、最後上にぶつかるか下に降りるか、どっちがいいかな。そうだな、どうしよう。いや、とりあえず上に当たってみようかな、もうちょっとね。あ、そこ駅、何これ、なんか工事現場か。なるほど、やっぱ都市部の方が面白いですね。これ工事現場あれでしょ、あの地下のあれでしょ、これ今の。ちゅうことはこの辺に地下鉄通ってるはずですけど、まあ、なぬ？ん？ん？帰ってきちゃった。まあ、いっか。というわけで、今回これで終了したいと思いますね。まあ、リクエスト何でも受け付けております。まあ、ご意見、ご感想、文句等々ありましたら、お気軽にね、コメント欄にてコメントください。というわけで、次回もまた、サンアンドレアスで会いましょう。